はい、いつもご視聴いただきましてありがとうございます。サーティー文字大学の峯岸です。はい、今度は加藤先生さん出てきますのでお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、今度はまたおなじみの対談なんでまたいろいろ喋っていきましょう。お願いいたします。はい、はい、で今日のテーマですね、はい、はい、今日なんですけども、うん、今日はですね、京大吉田寮の訴訟についてということで、はい、まあなんか吉田寮っていうね、はい、まあ、寮があるというところで、まあ、そこでまあ訴訟されて揉めてたという話なんで、ちょっとこの辺ちょっと深掘っていきたいなと、はい、いうのが今日のテーマになってきますね。はい、はい、はい、で最初のテーマですね。はい、じゃあまずそもそもですね、その京大の吉田寮とは、まあ、どのようなものなのか、どのようなもの、なんでここまでその訴訟するまでの話だったかって、まあ、そもそも吉田寮って何ですかっていうと、解説をお願いいたします。まあね、京都大学 の、 その学生寮ですよね、はい、一言で言えば、まあ、よくありますよね、学生とか、はい、その大学院生、まあね、はい、学部生、大学院生が、まあ、入ってる、まあ、寮、はい、簡単に言えば、まあ、そうですね、そういうことなんですね。はい、うん、とまあ、だいぶ古くて、この、報道なんかによると1913年に建ってる。1913年、大正2年ですよ。あ、そこなんですね。大正2年、まあ、100年以上建ってるわけですね。110年かな、ね、1913年やから今、はい、今年は2023年でしょ、はい、24年か、はい、そうすると110年11年建ってるわけですね。まあこれね、すごいですよ、歴史的なものがすごいですね。まあそのまあ京大ですから、はい、京都大学、京都帝国大学ですし、まあ三高っていうね、はい、第三高等学校、旧制のまあ高等学校というでは、まあ三高というのがね、はい、まあ、京都のその京大と京都帝国大学と第三高等学校というのは、はい、もうそういうくっついたみたいな形で、結局そういう、まあ、伝統はあるという寮なんでしょうね。はい、私もまあその部外者ですから、はい、京都大学ではないので、そういうあれが分かりませんけれども、まあ、すごくその歴史のある、そうですね、やっぱり古い古い、まあ、学生寮というか、はい、歴史の学生寮、歴史がある学生寮だということだと思うんですけど ね、 ういうね、はい、はい、ありがとうございます。はい、次2番目ですね、うん、で今回の裁判の争点ですね、何を争ってんねやという話、ちょっと解説をお願いいたします。そうなんですね、この、まあ、結局もう非常に、まあ、100年以上も経ってるあれなので、はい、まあその老朽化が話しくなったということで、まあ、耐震構造とか ね、 そうですね、そういうような問題もありますから、はい、まあ京都大学側としてはやっぱりもう、うん、もうその出て行ってほしいと、まあこう40人、はい、なんか入ってるという形の40人、形になってるようなんですけれども、はい、まあ、この40人の中にもまあいろんな人がいてるみたいなんですけど、この40人に対してですね、出て行ってくれと、うん、もうそのね、はい、やっぱりあまりにもあの古くなって耐震構造も問題やし、ね、いつ潰れてもおかしくないようなことなん で、はい、で代わり の、 その住まいというかね、はい、あの住む必要があるような人はその代わりの住居も提供するから出て行ってくれないかということで、40人に対してまあ明け渡し訴訟をしたわけですよね。出て行ってくださいという、まあ大学側もまあその裁判まで起こすと学生に対してね、いうのはよほどまあなんというかこう最後の最後の手段として、まあそれまでに長々やっぱり交渉してたと思いますけれども、しかし学生側が癌として言うことを聞いてくれないと、これが不思議な話だということでですね、まあ万やむを得ず訴訟提起したということだと思うんですけどね。ただこの訴訟ね、まあそれは判決内容っていうのはもあの見てるわけではないので、はい、判決の内容を見ないと、うん、具体的にどんなことがその主張として、主張されて、はい、争点となってるかというのは厳密には分かんないんですね、あの旗から見ると。だけどその報道とかを見てみるとですね、はい、ネットの記事なんかを見てみると、うん、普通の賃貸借契約のどうも明け渡しというような考え方ではない。
そこなんですね。そこなんだと思うんですよ。どうもそうじゃない、うん、結局その学生寮普通のまあアパートの賃貸借契約、はい、借家契約ですけども、うん、こういうものだというふうに家主が京都大学、うん、学生が借主、うん、賃借人という話になると、はい、普通の借地借家法、借家法に基づいて、考えていくと、はい、いやまあもう古くなってますと、でもう更新はできません、賃貸借契約か終了します、うん、もう終了させますということで、はい、うん、だからまあ明け渡しには正当理由がありますと、うん、まあ正当理由がないと、まあ、明け渡しはできないというのが、まあ普通借家契約の契約ですから、まあ今借家契約には定期借家契約と普通借家契約と2種類借家契約があるんですけど、大きく分けると、まあこの普通の場合は まさに普通借家契約ですので、正当理由がないと、うん、家主側は明け渡しを求められないんですね。まあまあ大体そうですね。そういうふうに考えられるね、うん、はい、むやみやたらに出ていってくれと言えない、はい、でその中で明け渡し料とか、うん、それからまあ大体 の, まあ住居の提供とか、うん、そういうことを家主側がやるということが、うん、まあ、正当理由の補完事由として、うん、考えられる、うん、でそういう形でまあ普通はそれが争点になって、うもうボロボロですかと、はい、耐震構造的にこれはどうなんでしょうと、うもう住める状態じゃないんじゃないですかと、危ないですよと、はい、いうことを、まあ、家主側が一生懸命立証して、で、まあ、借家料の提供とかそういうのが金額的に妥当かどうかが争われているというのが、普通の借家の明け渡し訴訟のパターンなんですね、うん、私はまあまあ、よくやってる明け渡し訴訟です、はい、でまあ110何年も経ってますしね、でまあ中身はあんまり見たことないですけど、まあすごい量なんか内部を映してある、そうですね、外部から見ても見てもすごいですね、なんかすごい建物、ね、これまあ本当にちょっと危ないんじゃないかなと、いや神父にはもうダメでしょって、ね、という感じはね、そらまあ分かりますよね、まあ、安全性って考えたときにどう考えても100年経ってるわけですからね、まあ、そうですよね、まあ、私は、まあ、大学は神戸大学なんですけど、はい、阪神淡路大震災の時に学生さんたくさん亡くなってるんですよ、あ、まあ、もちろんね当時はね、もうそれはね下宿とかね、はい、しかし寮もだいぶ損壊を受けたと、もうまあ神戸大学の学生寮なんかも、はい、もう、まあ、吉田寮と同じでですね、まあ、すごいもうなんていうか、もうびっくりするような建物でしたけどね、まあ、泊まりに行ったこともあるんですけれども、これまあすごいなという感じの寮ですから、はい、まあこれ普通で考えればね、もうそら耐震構造もそなんとでもやってない、やってるとは思えないし、ね、はい、男性110年以上経ってますから、その間にそれなりのことをやってるかってやってないような感じも受けますから、そらもうね制度理由というか、うん、まあ明け渡してくれと言われるのは、うん、まあまあ、普通かなと、まあ、普通の家主さんが求めるんだったらそうなんじゃないかというふうに思うんですけど、うん、そうですよね、まあ、そこがちょっと普通の借家契約とは違うと、違うってことね、やっぱりその、どうも学生自治会っていうのが、うん、はい、その吉田寮を管理するという管理権限を持ってるというね、自治会っていうようなものが、はい、まあ、その間に入って、うん、でその自治会から学生が借りてるみたいな、うん、そういうその自治会に入ってその、はい、まあ、共同生活をしているというような、うん、そういう普通の借家契約みたいな、家主に単に賃料払って借りてますという考え方ではないような法律関係やというふうに思ってるみたいですね。でその自治会っていうのはやっぱりもう学生自治会ですから、はい、そのもうねもう大昔からの学生の自治っていうのを、まあ、非常に重視しているというか、うん、
それからまあ学生運動をもうね、うん、経験してきたようなそういう自治会ですから、大体まあね、そういう反権力というか、うん、まあそんなその大学側からほら言われたから言ってはいそうですかというような、うん、そういうもんじゃないというか、うん、そういう精神というか、まあ、構造がもうそうなってる人が、うん、まあそういう、まあ、入ってずっと自治会として管理してる、うんはい、で大学とその自治会側とのなんか管理協定みたいなのの中に、うん、まあ報道によると、はい、その老朽化をしたから言って、うん、その明け渡しを求められますよというような規定がないんだというようなことを判決も切示してるみたいですね、はい、あの判断してるみたいです、うん、だから普通の賃貸借契約とは全然違うというふうに考えられているように思うんですね。だからその学生自治会というようなもののこう伝統とかそういうものによってそのまあ管理されている、それと大学側とのまあ契約関係というかまあ管理協定みたいなのがあって、それに基づいて明け渡しができるかどうかということを裁判所は判断しているみたいですね。それで結局そういう、まあ、大学自治会との間の、うん、学生自治会との間の管理契約からすると、その老朽単に老朽化したから言うて出ていけるというふうには言えませんよということで、40人のうちの14人は、うん、あのまあ、出ていかなくていい、まあ、判決ですね、もう勝訴してるわけですよね、ま、40人中14人ってまだ中途半端全員じゃないんですよ、ね、じゃないんです、これまた不思議な話ですよね。これで14人40人のうちの14人はだからその残ってて、と、はい、であとの、3人かな、うん、3人は、なんかもう入寮禁止というか、もう停止というような時代になってから入ってきたから、うん、それはもうその入ったらあかんって言うてるのを承知の上で入ってきたんやから、はいはい、この人3人はもう出ていきなさい、うん、それからあと23人はですね、はい、その学生の身分があるかどうかも分からへんし、ほんまに住んでるかどうかも分からへんような形で、実態が分かんない、はい、そのだけど結局そのまああの入寮してるという人の名前にリストが上がってるという人が23人いてるみたいで、ね、その人らに対しては一応明け渡せという判決を下した。ところがまあ実際に本当にちゃんとそこで暮らしてる自治会と、はい、もう従前からその、ね、あの入寮の停止というようなことになる前からちゃんと生活してる人に対しては、うん、まあ、京都地裁はですね、うん、出ていかなくていいという判断を、まあ、しちゃったんですね。まあだから普通の借地契約ではちょっと考えられないような、まあまあね、まあ、学生運動のその延長みたいな、そういうまあ審査役の人とかそういう人がやっぱりまあまあ多いでしょうから、まあそういう大学のね、そういうそんな言うがままにはならないぞと、俺らはそういう権力と闘争するんやというような考えの人がまあ結構頑張ってはるんかなという感じはしますよね。はいはい、ありがとうございます、はい、最後3番目ですね、うん、じゃあ今回の争点なんですけど、じゃあ解決策ってどうしたらいいかっていうのも門間先生なりの答えをお聞かせいただきたいんですけど、これはどうなんでしょうね。普通に考えたらおかしいと思っちゃいますけどね、危ないじゃん基本的に。そうですね、そんだけの話だと思うんですよ、危ないんで建て替えしましょうって、ね、地震来て滑っちゃったら、まあ、じゃあ誰の責任なのかっていう、なりますよね。これだからまああの判決の後にあの教授会の有事の方々がですね、やっぱりその危ないんやから、これそのむやみやたらに明け渡しというんじゃなくて、やっぱり大学側と学生のね自治会とかよく話し合って、やっぱりそういう耐震とかそういうようなものをしっかりこう備えていくような、
やっぱり十分な話し合いというようなものを持つべきじゃないかというふうなことを、まあね、あのアピールされている方々がいらっしゃいましたけど、まあそうなのかなというふうには思いますけれどもね。その戦争の人は今の現状で痛いんですか？痛いというかね、それを建て替えてまだ作ってそこ住むってのはダメなんですか？まあそういうそのなんか、大学の言うがままにそのされるいうのは嫌だというふうに思ってるんですよね。そこなんですね、はい、あの変な話全然ないですけど、大学もそんな強制的に変なこと言ってるわけじゃないと思うんですけど、ね、と思いますけどね。安全を管理する義務って多分兄弟のもあるじゃん。まあそうなるでしょうね。学生業なんでね、これね。まあ一応建物所有権自体は京都大学にあると思うんですよね。そうじゃないとそのね、上げ出せというようなことは言えれませんから。土地建物だって兄弟のもんじゃありませんっていう。そうそう、兄弟のもんですから ね。ところがその自治会というものがこう間に入って、この自治会というものはずっと管理していた伝統があるということで、結局まあその自治会っていうのがやっぱりそのね、大学当局の言うがままにはならんぞという、まあそれは学生運動の時もものすごい強大は激しかったですからね。法律的に言えば自治会そんな強いんですか、権限って。まあそのやっぱり具体的なそのあのケースバイケースによって、あの違ってくるんだと思うんですけどね。この京大の場合はこの学生自治会というのは非常に強い権限を持ってて、おそらく判決の内容から言うと大学と学生自治会との間にそういう仮協定みたいなのが結ばれてると思うんですよ、ね、それの内容をまあ見たということで、まあ裁判所もまあそのね、京都地裁の裁判官はそのまあそういう伝統的なものっていうのを非常に重んじた、あの結論を重んじてそういう結論を取ったと思うんですけどね。しかしやっぱりこれね、そうおっしゃる通りで、その潰れたらどうすんねんと。そうなんですよ。その責任転嫁の時ね、このあの自分たちのせいだって話なんですよ。本当に責任取れるかいうから、自分たちが住んでるから悪いから大学に責任取りませんって言えるのかどうかですね。どうかですね。そこの話ってどうなってるのかなと思うんですけど、ね。まあそこのとこはちょっとこうね、あそこまでただ単にいや大学の言いなりにはならんぞって頑張ってはるように思いで仕方ないですけどね。そこまでのほんの、まあ、覚悟があるのかなっていうのもちょっと思うんですけど、ね、本当にじゃあそれで、ね、なった時どうすんねんの。そこまでまあせやけど、まあ一応ね、なったらなったで俺らでやるんやみたいな話にはなってるかもしれませんけど、ね、しかしまあね、そこはやっぱりあの話を折り合いつけて、やっぱりこうどうなんでしょうね。我々部外者から言うとね、そうなんですね、だから何とも言えないんですよね。部外者なんで、部外者なんで、まああれなんですけど、だけどやっぱりまあ、あの安全とかいうことも考えれば、ね、まあ建て替えという形の方向性っていうのは、あのまあそういう考えというのもね、やっぱりどういう形かをするかというのは、まあ学生自治会の方と自治会の方とよく話し合ったらいいと思いますけど、その方向でできるだけね、あの進むべきだというのは思いますけどね。教授会の提言と同じだと思うんですけど、本当になんかあのまあ繰り返しになりますけど、神戸大学のね、阪神 の淡路大震災の時にはまあ学生さんたくさん死んでますから、亡くなってますからね。これはまあ私の後輩の方々がもう本当にね、やっぱり学生ですから、そんなね、まあ堅牢なところに住んでたわけじゃないんで、やっぱりそういうので多くの命が失われたんですよ。だからやっぱりそこはやっぱり自治会さんもやっぱりそれは、まあ、伝統も大変大切やと思うし、まあ、大学とのその、あの、まあ、大学の言いなりにはなれへんぞと、まあね、あの大学というのは、まあ大学の自治とか、まあそうですね、学問の自由とかいうようなことで、まあ、反権力というような象徴やと、特に京大はそういう面が強いと思いますけどね。なんかそんな感じなんでしょうね。だけどそこはやっぱり、まあね、その命というか、そこの大切さということも考えて、やっぱりその常識的、まあ常識って言ったらおかしいけど、
そこも優先すると、そこを優先していくという考え方もちょっと取り入れるべきじゃないかなというふうに思いますけどね。やっぱり建て替えなり補強なりね、そうですね、なぜ117年経ってるわけですから、まあ、伝統歴史わかるんですけどね、だけどそれいつかはなくなるもんですし、いつかは壊れるもんじゃないですかっていう、まあ、壊れるもんですよね。でそこに命かかってくるとかね、能登半島地震もあったじゃないですか、まあまあ、やっぱ老朽化したところって全部潰れちゃって、そうですね、なくなっちゃう、足しになっちゃってるんでね、うん、これはやっぱりね、そのやっぱり学生運動とかの、うん、やっぱりその歴史というか、うん、伝統というか、まあそうですね、大学当局とその学生自治会、うん、自治会っていうのはもうそのもう非常に激しくこう対立してきた、うん、そういうようなまあ歴史的な背景、うん、そういうののこだわりっていうのが、うんまあ、非常に非常に強いんじゃないかなと思いますね。だからまあ部外者の我々にとっては ね、まあ、そうですね、なんでそんなにこだわんのっていうふうに分からんようになっちゃうんでしょうね。とてもシンプルな話だと思うんですけどね。そうなんですね、うん、だからやっぱりまあ大学と局にまあ屈しないというね、そういうあれがまあ、反権力というような考え方っていうのがやっぱりその根底にあって、うん、その言いなりにはならんぞっていう強い強い、うん、まあ、決意というか、そうですね、そういうものが背景にあるんじゃないでしょうかね、うん、だからまあまあそれはやっぱ時と場合によるんで、うん、本当にあの地震があって潰れて入居してる人が亡くなったりするとどうするんですかという話になってくるとやっぱりちょっとね、取り返しつかないそうなっちゃったら、ね、そうです、もうそれはね、京都大学の学生さんという、もう前途優位の方がですね、亡くなるっていうようなことになれば、本当にまあね、これは残念なことですからね、やっぱりもう、それ、餌のことじゃないですからね、そうそうそう、どこで今、日本なんか地震起こるかわからない、まあ、本当は最近の能登半島地震もそうですけど、そうです、本当、わかんないですからね、まあ、かんない、あんな激震があるわけですから、わかりません。それはね、もう本当に今どこで起ころうが、あの不思議じゃないと。だから全国的にも耐震補強するべきだと思うんですけどね。まあもうこれは日本の場合はね、もう全てについてそういう災害に備えるということはね、まあ、必須の話になってくるんだろうというふうに思いますけど ね、 何回ね、少なくともね、命がなくなるようにならないように、まあ、物は壊れてもいいから結局ね、うん、その命がなくならないように、それからまあほんまに繰り返しになりますけど、神戸大学の学生さんなんていうのはですね、たくさんたくさんお亡くなりになってるんですよ。そうですよね、それはどれだけ悲しいことやったかね。そうですよ、まあ、それをもうやっぱりちょっと考えてくれないかなと。そうですよね、なんて書いてある、遅いですね、遅いからね。今話がこうちゃんとあってもう変えてくれる、外大学変えるって言ってるんですから、ね、言ってるんですか、ね、何も悪いことないと思うんですけどね、まあ、まあこれは僕らじゃ言えないところなんですけど、ね、はい、まあ、まあこれ一審判決ですから、はい、まあ控訴審って、あ、そうですね、ここからね、高裁の裁判官が今度はまたどんな考えをするかいうのはこれまた分かりませんからね、さっきこれはなかなかもう延々一審判決で終わるわけ違いますから、そうですね、高裁へ行って、まあ、高裁、京都大学をどうしてもまあ、あの控訴するでしょうから、まあ、そうですよね、下手すると高裁の他にまだ最高裁まで行く、おそらくそういうような問題になっていくと思います ね、 そうですね、まあ、だからこう今後どうなっていくかいうのをね、また注視していきたいと思いますけども、ね、はい、はい、ありがとうございます。どうも、まあ、無事解決を祈っていきましょう、はい、はいはい、今回どうもありがとうございました。また次回のところでお会いしましょう、はい、さよなら。